札幌市障害学習総合センターは札幌市西区にある複合公共施設。愛称はチエリア。2000年8月25日にオープンし中核施設となる市民の障害学習を推進する札幌市障害学習センター若者が集う札幌市宮の沢若者活動センター教職員の研修や教育相談を行う札幌市教育センター リサイクルへの理解啓発を進める札幌市リサイクルプラザのがあるほかメディアプラザでは札幌市内の学習施設、講座情報、サークルに関する情報など生涯学習に関する様々な情報を提供している施設では継続的な学習機会を提供する札幌市民カレッジを中心とした各種の講座を開設するなど年齢、目的、職業を問わずに 一般市民が自由に学習を行うことができる施設づくりを目指している。また、生涯学習推進の拠点施設として、全史的に生涯学習への理解を深めてもらうことを目的とした知恵やフェスティバルや学習成果の発表の場として、各サークル、団体によるステージ発表や作品展示を行うサークル発表会を開催している。 札幌市障害学習センター、札幌市教育センター、札幌市宮の沢若者活動センター、札幌市リサイクルプラザメディアプラザ。ありがとうございます。